体を楽器にして歌うという概念についてお話しします。体を楽器にして歌うとよく言いますが、本当の意味で分かっている人は少ないと思います。これは人間の顔を横から見た図です。声帯はここにありますね。そして人間の頭、顔には響く場所がいくつかあります。額、頭のてっぺん、副鼻腔、喉の裏。人体楽器とは腹式呼吸で息を送って声帯を柔らかく使い震わせ、頭、顔の空洞に響いた声が外に出ていくという楽器です。声帯から力を入れて直接出そうとしたり、声を絞り出したりするというものではありません。声楽的に歌うということは、声帯の扱い方、声帯に力を入れないで柔らかく使うテクニックを学ぶということです。さて、頭の空洞に何が響くかというと、イ、エ、ア、オ、ウの母音が響きます。イタリア語の母音は厳密に言いますと7つの母音があります。エとオは閉じたエ、オ、そして開いたエ、オがあります。母音がいかに響いているかが大切になります。それぞれの母音が美しく楽に響く舌の位置や上あごと下あごの幅の感覚があります。これは母音によって変わりますし、音域によっても変わります。 S、T、M、N などの子音は唇や舌を使い発音します。母音は上あごより上で響き、子音は唇、舌を使い発音しますが、下あごはほぼ使いません。ついているだけです。腹式呼吸で声帯が震え、息は上あごに通り、顔、頭の空洞を響かせて声を出すこと、これが体を楽器にして歌うという概念です。ですから腹式呼吸を練習したり、上あごに息を通す感覚を養ったり、それぞれの母音が声帯に力を入れないで響くように練習する必要があります。この概念のもとに、どのように音程にしていくか、フレーズをどのように紡ぐかという歌い方のテクニックがありますが、まずは体を楽器にして歌うという概念を持つことが重要です。